ミチューさんは何の用だろう。普通に考えれば取材やインタビューじゃないの？違うよ。きっと読者投稿コーナーに私の絵が採用されたんだよ。ラムちゃんすごい。そんなわけないわよ。それだと私たちが呼ばれるのはおかしいでしょ。それはきっとみんなの絵もいっぱい送ったから。そんな、どうしよう。ラムちゃん、私はどんな絵になったの？可愛く描いてもらえたかな？もちろんよ。ネプギアは可愛いに決まってるでしょ。今のままなんだろう。すごく不安なんだけど。ラムちゃんなら大丈夫。それにネプギアちゃんならどんな絵になっても可愛い。安心。私も自分の絵が気になり始めたんだけど、次は確認させなさいね。みんな待たせてごめんね。ハミツーさん、私の絵は可愛かったですか？何のこと？ラムちゃんの絵が読者投稿コーナーに採用されたこと。あれは確か別の人だったはずだけど。やっと採用されたと思ったのに、がっかり。そんなことだと思った。ファミツーさん、今日は私たちを呼んで何の用ですか？何か勘違いさせてしまったみたいでごめんね。それじゃあ早速説明させてもらうね。私の情報によると、電撃子さんが女神様の活躍記事を作るらしいんだ。4女神全員でクエストを行い、その活躍を特集として記事にする。いい企画だと思うね。でもね、私は思うんだ。クエストだって難なくこなせる女神様なら活躍して当然かなって。むしろ女神候補生のみんなが活躍する、その方が面白い記事になると思うんだよ。そこでネプギアさん、ユニさん、ロムちゃん、ラムちゃんの女神候補生を取材させてもらいたくって。やるやる、やりたい。ロムちゃん、私たちなら大活躍間違いなしだね。みんな一緒なら大活躍間違いなし。私もやる。自分の実力を試せるチャンスだし。私でよければ喜んでやりますけど、お姉ちゃんたちより活躍なんてできるのか心配です。勝ち負けではないし、気にしなくていいんだよ。みんなはいつも通りにしてよ。やる以上は手を抜けない。お姉ちゃんより活躍して私を認めてもらう。そしたら褒めてくれるかな。私もお姉ちゃんに褒めてもらいたい。やる気が出てきました。ファミツーさん、私たちに任せてください。みんなありがとう。すごい記事にするからね。みんなで力を合わせて頑張ろう。ナウローディング。はい。それじゃあ行ってきます。ナウローディング。クエストの場所に着いたよ。みんなやるわよ。私たちがお姉ちゃんに勝つためにはチームワークが必要よ。そうだね、ユミちゃん。みんなで協力してクエストをクリアしようよ。やっぱり協力して頑張る姿がいいね。ここで一言意気込みを聞いてもいいかな。もちろん。それならチーム女神候補生のリーダー、ネプギアに任せるわ。あれ、私ってリーダーだったの？私よりユニちゃんの方がふさわしいんじゃないかな。あ、当たり前じゃない。あえてあんたにリーダーを譲ってあげてるに決まってるでしょ。じゃあノムちゃんとラムちゃんは？私はネプギアちゃんがいい。ネプギアちゃんなら大丈夫。
私はリーダーやりたいけど、ロムちゃんと二人じゃないと心配だから、ネプギアに任せるね。そんな自信ないよ。リーダーなんて決めなくてもみんなで仲良くやろうよ。私が認めてるんだもん。ネプギアなら大丈夫、できるわよ。ネプギア、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 ネプギア。え、なんでネプギアコールなの？そんな私には無理だよ。私にはネプギア、ネプギア、なんだかできる気がしてきた。アミズーさん、私の、いえ、私たちの意気込みを聞いてください。話はまとまったみたいだね。こちらはいつでも大丈夫だよ。私たち女神候補生一同はみんなで助け合い、協力し合い、励まし合ってクエストをクリアし、女神に負けないくらい大活躍することを誓います。チーム女神候補生リーダーネプギア。ありがとう。スポーツマンシップにあふれてやる気の伝わるいい言葉だったよ。ネプギア、いいこと言うじゃない。ネプギアちゃんかっこいい。ネプギアが輝いて見える。ロムちゃん、私たちもキラキラ大活躍しちゃおう。もちろん。心配だったけど私たちならきっとやれるわ。何でもどーんと来いよ。ファミツーさん、もう自分を抑えられない。そろそろ始めませんか？それじゃあクエストをお願いするね。私は邪魔にならないところから見させてもらうよ。みんな頑張って、活躍を期待してるよ。みんな頑張ろう。あー、本当にあれでよかったのかな。ナウローディング。次のクエストはと、なんだ、簡単そうですね。そうだけど、
大丈夫かしら。よっ、だーい、ペタッ、大丈夫。私のことはいいから自分のことに集中して。フラフラしてもフラフラしてなきゃいいんだけど、フラフラしてなきゃいいんだけど、体が…これ…見ちゃダメ。なん…これ…いた。なん…これ…これからが私の本気。撃つ、撃つ、撃つ、もらった。そこ、そこ、浮かすよ。そこ、最後にしっかりとなるよ。ロック、逃がさない。いけ、もらった。もらった。そこ、いただき、浮かすよ。これはエクスマルチブラスター。もらった。そこ、浮かすよ、浮かすよ。私悪いところ、休んだらどうですか。これはちょっとエクスマルチブラスター。ロック、撃つ、撃つ、いっけー。はー、もらった。ロック、もらっておくわ。いけー。見かけ倒しだったわね。もらった。浮かすよ。もらった。ロック、もらった。ま、当然よね。そんな、どうしてこんなことに。レベルアップですよ。あ、なんで服が破れてるの。大声出してどうしたのって。ユニちゃん、その格好。もうお嫁に行けない。さっきの戦いのせい。そんなことより早く隠れないと、誰かに見られたら大変だわ。こんな時こそリーダーの私がしっかりしないと。そうだ、みんな変身よ。こんな時はパンツじゃなければいいんだよ。そっか、変身。はあ、エフギアちゃん天才。少し恥ずかしかった。なんとか助かったけど、これからどうしよう。服が破れるなんてひどい仕様よね。とりあえず変身すれば恥ずかしくないもん。みんな落ち着いて。納得いかないけど、そうね、これぐらいのことでへこたれてられないわ。安心して、ロムちゃんは私が守るからね。みんなが一緒だから。恥ずかしいのかも。きっとこうして私たちは大人に、女神に近づいていく気がする。ナウローディング。